ワインゲオ島は、インドネシア、パプアニューギニア島近郊のラジャアンパット諸島に属する島。アンベレワイユなどとしても知られる。ハルマヘラ島とニューギニア島、ドベライ半島の間に存在するラジャアンパット諸島の主要な4島の一つで最大の島となっている。南のニューギニア島にほど近いのバタンタ島とは、ダンピア海峡で隔てられており、北西のカウェイ諸島とは、 ブーゲンビル海峡で隔てられている。島の中央部はほぼ島を2分するように海が大きく、内側に入り組んで、馬帝型のようになっておりこの湾は、マ迷リ湾と呼ばれている。島の面積は3155平方キロメートルであり、最高地点は958メートルのグヌンノック、ついで939メートルのセラジルである。 島の西から東にかけての大きさはおおよそ1 1 0トルで、あり南北は5 0トルほどである。東部の北岸には、アユ諸島が存在する。イリアンジャヤの西パプア州ラジャ、アンパット県に属しており、島内南西部のワイサイは、県都となっている。島内では、パプアマレー語、アク語、マイア語、ワイネオ語などが話されている。年から年にかけて、 ポルトガルの探検家、ジョルジデ・メネゼスが上陸している。島内には多くの固有種が住むほか、ラジャアンパット諸島やドベライ半島などにまたがって生息する希少生物が存在する。ありがとうございます。